走る力を育てるためにお家でできる走る力アップエクササイズをご紹介したいと思います。さまざまな運動をチャレンジしてみていかがでしたか？まずはこういう動作に慣れた上でまっすぐ速く走る動きになれましょう。まず地面をしっかり蹴って太ももをしっかり上げます。腕を足の動きに合わせてリズミカルに振りましょう。まっすぐ前を見て走ります。また、楽しく走って体を大きく動かして走ってください。まっすぐ走ることに慣れたら曲線を走ったり方向転換をしながら走ることにもチャレンジしてみましょう。周りの大人の方たちはいっぱい応援して子どもたちが走ることの楽しさを味わえるようにしましょう。